アラスカゲンブガンの海食堂、アクン島は、アメリカ合衆国アラスカ州、アリューシャンズイースト群アリューシャン列島、フォックス諸島を構成する一つの島である。アクタン島の東、ウニマク海峡を挟んで、ウニマク島の南西に位置する。南には、クレニッツァン諸島、東南には、アバタナック海峡がある。面積は64.39スクエアミ、 長さ2 2 5 7トル、幅1 8 2トルで、建設労働者と数人の牛を管理する、ヨステニンを除くと、10人はいない。小島ではあるが、非常にたくさんの牛が生息し、それらの牛はもはや家畜ではないが、総数は制御されている。3頭の家畜の馬と、1匹の犬も生息している。キーウィット、R&M コンサルタンツ。 DOT によって建設された滑走路がある。2012年にアクタン自前の水陸、療養飛行機サービスが停止し、アク丹島の滑走路はアクタン空港となった。空港とアクタンはホバークラフトで結ばれ、強風や高波動機は安全な走行は不可能である。空港には小さなホテルが併設され、アクタンへのホバークラフトが運行不能の際には、 頻繁に使用されている。ありがとうございます。